留学来て、こんな体験できるんだって、まあ苦しかったんですけど、その時はすごいなんか思いましたね。こんにちは、クルーズの有田です。今回はフィリピンのセブ島で留学をされた奈々さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。12月の下旬から1ヶ月間、アイブリーズというフィリピンの学校に留学してました。まず今回フィリピンに留学しようと思ったきっかけから教えてください。きっかけは本当些細なことなんですけど、英語を話せる人にすごい憧れていて、英語を話して旅行とかにすごい行ったりして、いろんな人とコミュニケーション取りたいなって思っていて、でそれで留学をしようと思いました。まあ、フィリピン以外にもたくさんの国、アメリカとかカナダとかあったと思うんですけども、なんかフィリピンに留学しようかなと思った理由とかって。一番はやっぱり費用面で、フィリピンは一番安くて、はい、近くてっていうところがいいなって思って決めました。オーストラリアはいいなって思って、はいはい、すごい行きたいなと思ったんですけど、すごい費用がもう2倍ぐらいで、ちょっとびっくりしてやめちゃいましたね。料金以外にもフィリピンここ結構良かったなとか。ああ、そうです、海が好きなので、うん、海のアクティビティをしたいなって思ったのは結構ありますね。マリンアクティビティとか留学生活どうだったのかっていうのも後ほど聞けたらなと思います。奈々さんはアイブリーズを選ぶ上でどういう選び方をされたかとお伺いしてもよろしいですか。いくつかある中で、まあ、3つ挙げるとしたら、はい、まず1つ目として、まあ、1番は費用面で、うん、自分が払える費用かっていうところと、あと2つ目は、まあ、遊びたい気持ちもやっぱりあったりして、セブ市内だったので結構すぐ近くに遊べる場所だったり、まあ、交通の便がいいところがいいなって思っていました。で3つ目としては、まあ、英語をあまり話せる自信がなかったので、マツマで話せる環境がいいなっていうふうに思って決めました。まず1つ目、費用ご自身で払ったんですね。全額じゃないんですけど、自分で払って後から親に返すみたいな感じで社会人になってから払うって感じですね。遊びたい気持ちと英語を話せるようになりたい、矛盾した2つっていうんですかね、しっかり勉強してみたらあると思うんですけど、どっちをこういう子が優先されて学校って選ばれたりしたんですか。ああ、そうですね。難しい。ちょっと遊びの方が強かったかもしれないです。マリンアクティビティ、海で。そうですね。うん。確かにそう考えると、セブってぴったりだったかもしれないですね。遊びもしっかり、勉強もしっかりできるみたいな。そうですね。渡航前に、アイブリーズめっちゃ、なんか、うわ、これいいかもみたいな思ったポイントってありますか。なんか何より綺麗だったところ。部屋とか、まあ、テラスとか、すごい綺麗だったので、それが行ってからも綺麗だなって思いましたね。学校選びとしては、お部屋やっぱ綺麗ってところが重視だったんですか。部屋ともう本当に費用のどっちかバランスですね。渡航前の準備についてお伺いできればと思うんですけど、留学する前に準備する中で意識したことあればお伺いできればと思うんですけど、英語力はやっぱ多少は勉強していかないと、向こうでなんか全然喋れないみたいな感じで身にならないとなんかもったいないなって思ったので、テキストを1冊2冊ぐらい、単語とあと英会話用のなんかこうフレーズ集みたいなところを学んでいきましたね。ただなんか全部は学習できなかったので8割7割ぐらい勉強していきました。8割7割とかなり勉強しているっていう印象を受けた。本当ですか。いや、そんな分厚くないので、なんか簡単な一冊みたいな。はい、そうですね。漠然と全然喋れないっていくよりは、ちょっと勉強した方がなんかちょっと勉強したから話せるかもっていう最初のスタートダッシュは切れると思いますね。メンタル的なところはあるかもしれないですよね。あと持ち物とかで、これ持ってった方が良かったなとか、これ実際に持ってって良かったですみたいな持ち物ってございましたか。そうですね、持っていった方が良かったものは薬ですね、はい、私向こうでなんか熱出ちゃって、はい、でそれで日本の薬を持っていけばよかったなって思いました。日本食は持って行って、ちょうどそうですね、お正月だったので、なんかお汁粉みたいなお餅セットみたいな持って行って、はい、それを韓国人の友達とかにあげたりして喜んではくれたので、持っててよかったなって思いました。日本のものっていうのはやっぱ珍しかったりすると思うので、うん、それはぜひぜひ留学する皆さんにフィリピン留学問わず真似していただきたいところかもしれないですね。実際アイブリーズ留学生活、率直にいかがでしたか。めちゃめちゃ楽しかったですね。ガチで冗談抜きで本当に強かったなって思ってます。私は4人ルーム、4人部屋で生活していて、まあ、部屋が綺麗だっていう、はい、まあ、それはすごい私としては嬉しいし、あと日本人が少ないところを私は好んでいったですね。やっぱり韓国人の人が多くって交流ができたっていうところはすごい良かったなって思っています。まあ、先生がすごいフレンドリーで、マンツーマンで話して、すごい、うん、楽しかったですし、グループも
なんかこう自分のレベルに合わせたカリキュラムというかグループ分けだったので、すごい背伸びせずになんか自分のあんまりうまく喋れない英語でも頑張って汲み取ってくれたっていうのがすごい私としては嬉しかったですし、なんか頑張ろうって思いましたね。少しあの授業名についてお伺いできればと思いますが、どんなコースでしたか？私はライトコースで、普通のコースよりも1コマ2コマ少ないコースだったので、合計何コースまで5コマとかですかねスピーキング、ライティング、リスニングとか文法とか、あとはグループで少しこうディスカッションするみたいなクラスが2コマありました。1日のスケジュールとしてはなんかどのようなスケジュールで受けられましたか？最初の方は朝はゆったりしたかったので9時ぐらいから2コマぐらい入れて、で午後は3コマで、だいたい夕方の5時ぐらいに終わるスケジュールで最初は組んでやってました。授業時間と選べる？あ、そうですね、はい。午後終わった後っていつもどんな感じで過ごされてましたか？平日は門限もあったりするので、夜ご飯食べに行く時もあれば、予習復習をする時もありました。宿題とかは結構出てた？最初の方は出てなかったんですけど、途中からそうですね出てきましたけど、そんなに多くはなかったので、もはや自分がやってこなくていいよって思うところをやりたくなってしまうぐらいまで、なんかあんま出てこなかったので、はい、やってましたね普通に自分は。じゃ結構予習されたんですね。そうですね、じゃないと喋れないしもったいないなって思って。めちゃくちゃ優等生でした。ありがとうございますありがとうございます。ここちょっと難しかったなとか、ここ逆に簡単すぎたなみたいなことありましたか？スピーキンググループクラスとかは、後から変えたんですけど、最初すごい難しくて、はい、多分テストの段階である程度文法とかができて、なんか標準のスコア出て、それに沿ったスピーキングのクラスに入っちゃうので、はい、スピーキング最初苦労しましたね。だからちょっとワンクラス落としてくださいってお願いして落としました。でもそこはフィリピン留学のいいところといいますか、相談して1個下げて自分のレベルに合ったクラスっていうのを受けられると思うので、グループレッスンの国籍とかクラスメイトいかがでしたか？そうですね、5人4人ぐらいのグループメンバーだったら、韓国人の方が2人で、アラビアンの方が1人で、日本人が2人とか、そんぐらいの比率ですね。でほぼほぼ日本語通じない感じで、うん、そうですね、いいですね。クラスメイトとかの交流、授業以外であったりしましたか？なんかバッチメイトって言って、最初同じタイミングで入った方々とか国籍の方とは最初とかも話して、後からもこうなんか授業の前後とかですれ違った時に調子どうみたいな感じで言ったりしてめっちゃすれ違いに挨拶とかは結構頻繁にしてましたね。週末とかの過ごし方はどう過ごされましたか？私も毎週旅行ほぼ行ってて、最初の週から普通に旅行に行って、はい、1泊2日で。どこに行かれましたか、旅行は？ボホール島という島か、あとオスロブ、カワサンホールも行きましたし、西部留学ならではというか、近くにねそういう観光地というか島があったりするんで、それはあれですかね、どの友達で行かれたんですか？韓国人のメンバーと日本のメンバーが結構多いグループに混ざって行きましたね。例えばここから、生活面についてお伺いできたと思うんですけども、アイブリーズすごくお部屋綺麗だったって話だったと思うんですけど、お部屋何人部屋に滞在されてますか？私は4人部屋にしました。4人部屋ですと結構突き詰めイメージなんですけど。そうですね、最初私の部屋が3人しかいなかったので、私含めて、はい、で確かに3人でちょうどいいかなって思いつつ、でも4人入ってもなんかお互いに譲り合ったりすれば、そんなに、なんか窮屈だわっては感じなかったですね。国籍で言うと韓国の方が2人でもともといて、はい、そこに私が入って、はい、で残りの本当に1週間ぐらいになった時に日本人の方が1人入ってきて、はい、4人になったっていう感じなんですけど、シャワーはその韓国の友達がシャワーヘッドを自前で持ってきていて、はい、なので、なんか、他のシャワー知らないんですけど、はい、めちゃめちゃだから、普通に、なんていうんだろう、めっちゃいいシャワー浴びて、だから全然不自由なかったです。ただ、お風呂は入りたいなって思うときはありましたけど、はいはい、そんなになんかもう、お風呂入りたい、無理っていうわけじゃなかったですね。冒頭の荷物として絶対持ってった方がいいものかもしれないですね。いや、確かに持ってたらめっちゃいいと思います。学校の施設としてはいかがでしたか？食堂は、すごい広々としてて良かったですね。なんかあそこでその食事した後にお話したりするっていうのが結構あったので、フレンドリーにそこでこう集まれるっていうのは良かったと思います。
ぱカフェテリアですよね、いわゆる。あ、そうですね。そういうところがやっぱり新しい人とも出会える場だったりする。まあ、カフェテリアの話が出たので、アイブリッドの食事はいかがでしたか？韓国料理が結構多かったですけど、すごい私としては満足のいく食事でしたね。なんかそうめんとかも出たりしてて、他の人も好評でしたね。韓国料理だと辛いっていうイメージが強いと思うんですけど、辛さ的には全然問題なかったですか？キムチは辛かったですね。なんかすごい激辛っていうよりも普通に、まあ、辛いなっていうぐらい。うん、フィリピン料理は出ましたか？フィリピン料理あんまり自分自身で分かってなくって、クリスマスの日には何でしたっけ、鶏じゃない豚か、丸焼きですよね、豚のレッチョンは美味しかったですね。フィリピン留学ならではの体験、こういうエピソードみたいなのがあれば、まあ、人とのコミュニケーションを取るのが好きな文化だと思うので、はい、気軽に話しかけられたり、あと子供たちとかも道端に行ってお互いにこうコミュニケーションを取るっていう上で歌を歌ってもらってでお金少しみたいな経験とかあんまなかったので、私にとってはそういったところでコミュニケーション取れたのは楽しかったなって思いますね。それはもうまさに東南アジアといいますか、フィリピンならではな経験かもしれないですね、うん、そのあたりは、うん、そうですね。横断歩道とか信号とかってあんまりないじゃないですか。渡るのとか苦戦したとかってありましたか？渡るの苦戦最初はしました。他の人と一緒に歩けば全然大丈夫だったので、なんかこういう時堂々と歩くんだよって言われてまあ怖かったですけど、いやでも本当に全部がすごい刺激的でしたね。全部一人で やっぱこう最初はやらなきゃいけないって思ってるとこあったんですけど、意外と周りの人たちが助けてくれる。私携帯の SIM をロックした状態で行ってしまって、携帯使えなかったんですよ最初、はい、たまたま日本人の方で会社用のスマホ持っている方がいて、はい、でその方に1台貸してもらって過ごしてたんですけど、本当にその人いなかったらもうどうしようかって思ったんですけど、多分なんかいろんな人と交流取っていればなんとかなるんだなって思いましたね。何かあったとしてもめちゃくちゃ助けてくれますよね皆さん。いや本当にその他ありそうですか？コロナ多分かかってしまって、はい、ですごいやっぱ心配かけたと思うんですけど、はい、それこそルームメイトの子とかが結構看病というか心配してくれて、でその時になんでこんなに助けてくれるのって私聞いたんですよね。英語だったので率直に聞けて、そしたらなんかここに家族いないでしょって言ってくれて、だから私たちが家族のものだから看病するしかないじゃんみたいな感じで言ってくれて、その時すごい嬉しくって、まだ全然会って1週間2週間ぐらいだったんですけど、めっちゃ嬉しいしすごい優しいし、留学来てこんな体験できるんだって、まあ苦しかったんですけど、その時はすごいなんか思いましたね。感動エピソードじゃないですか？いや、確かに。全部英語でやり取りされてたってことですよね。あ、もちろんです。そのコミュニケーション取れたのが結構すごいですね。主張してとか。いや、なんか主張しないと伝わんないなってやっぱ思ってて、それは最初から思ってたんですけど、そのエアコンとかもみんなでやっぱり使うもので、風邪ひいてるけど、やっぱ他の人暑いってなっても、申し訳ないけどエアコン止めてもいいとか、やっぱいちいちちゃんと伝えないとダメだなっていうのはすごい身に染みして感じましたね。そこ気づけるっていうのは英語力プラスですけど、やっぱ留学した一番の意味だったりしますよね。主張するっていうみたいなところ。そうですね、うんうん、必然的に主張せざるを得ないっていう環境だったのですごい良かったかなって思ってます、うん。1ヶ月過ごされて、ここ私成長したとか留学行ってよかったみたいなポイントってありますか？一番は英語を好きになれたっていうのが一番でかいかなって思っていて、英語を話せる人ってすごいペラペラだし、なんか羨ましいなって思いつつ、だからこそなんか自分自身が英語に対して嫌悪感じゃないんですけど、後ろめたさみたいなところあったりして、はい、なんか自分どうせ英語話せないしなみたいな感じあったんですけど、まあ、言ってみたら、なんだかんだ、人ない英語でも通じる。やっぱり人対人なので、なんか、リアクションっていうか、表情とか、はい、そういったものでも、すごい汲み取ってくれるし、思いは通じた感じはしたので、テクニックとかじゃなくって、スキルとかじゃなくって、コミュニケーションをちゃんと取ろうっていう上で、確かにもうちょっと英語を勉強したいなっていうふうに思ったんですけど、通じるっていうところでは、すごい好きになりましたね。まさにそれも、フィリピン留学した意味ですよね。まだ、連絡取ってます、韓国に。あ、それは、英語で返したり、みたいな感じはするんですけど、いいですよね。留学した後クラスメイトだったりルームメイトとかと、まあ、SNS 使ってやり取りできるっていうのも留学の良さだったり、こんな人ぜひアイブリーズ行った方がいいですよっていう、留学されたからこそ分かるおすすめの人あれば教えてください。ある程度遊びとかもしたいし、かといって、まあ、英語勉強したいしっていう人にとってはベストなスクールなんじゃないですかね。まあ、最後になりますが、フィリピン留学を検討されている方だったりとか、はい、まあ、悩まれている方になんかアドバイスとかメッセージがあれば。率直に留学に行こうか迷ってるっていう人で、行きたいって思っていたら一度短い期間でもいいと思うので、行ってみたらすごいこう得られるものがあるのかなっていうふうに思っています。本当に
私とかは英語をすごい勉強したいっていうよりも旅行したいみたいな気分で、まあ、行ったものの英語を話すようになったし、人とのコミュニケーションもすごいできて、もう単純に楽しかったので、ぜひ迷っている方は行ってみてくださいっていう感じですね。はい、ナナさん本日ありがとうございました。ありがとうございました。留学や学校についてもっと知りたいという方は概要欄にある LINE から友達追加いただきご相談ください。チャンネル登録やグッドボタンもよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。